はい、皆さんこんにちは、総長です。金豚金髪。今日はですね、総長の適当ライフ、総長ライフインザモーメント、僕のチャンネルでですね、メンバーシップ制度を開始するというお知らせです。さあ、なぜこういうことになったかというとですね、意外とですね、僕が投稿している YouTube 映像では投稿を断念しているものって結構多いんですよね。だけど皆さんに見てほしいんですけれども、もうちょっと問題があったり、まあいろいろこうね、突っ込まれそうなやつとかいろいろあると思うんですよね。なのでぜひ早朝ファンの皆様には見ていただきたいということで、メンバーシップ制度が始まるんですけれども、その主なメンバーシップ制度のご紹介をしたいと思います。まず1番目、まず僕はいろいろな映像を撮ったり、してるんですけれども、まあその半数以上はですね、なかなか公開に至らなかったり途中になっちゃってたりするんですよね。そういうものですね、レアな映像ですね、そういうものを皆さんに見ていただきたいなと思います。で、公開しようと思ってもなんか問題があって、いろいろなことでこうできないものとかもあるんですよね。ただそれ内容的には非常に良かったりするので、メンバーシップで早朝ファンの皆様には見ていただきたいと思いまして、このメンバーシップの特典にしたいと思います。はい、あとですね、映像といえば編集なんですけれども、まあここいいんだけれどもなと思って編集してしまったり、サイズをですね合わせるために、まあ、短くせざるを得なかったり、そういうことって結構多いんですよね。で、まあ結構、貴重な部分とか臨場感とかがこう欠けてしまったりね、することが多いんですけれども、編集前の映像などもですね、貴重なものがありましたら、そういうものもアップしていきたいなと思っております。2つ目です。総長流 CW マル秘オンライン講座ってことですね。はい、皆さんどちらかというと僕は CW の人というような見方をされる方多いんですけれども、まあ、実はそんなこともなくて、再開、2020年に再開してからまだ CW 始めてから2年経ってないんですよね。で、そんな僕がですね、どんな風にして練習してきたかとか、そういうことで海外のコンテストとか国内のコンテスト、楽しんでたり、あとはまあラバースタンプで、国内 QS をやったり、まあそんな感じですね。英文チャット の, 更新もですね、ぜひねこの後皆さんと一緒にやっていきたいなとは思ってるんですけれどもね、まあそんな感じで僕が辿ってきたマル秘、自分なりに開発した CW の習得法、やり方ですよね、そういうものをですね、オンライン講座、これ僕はねすごく生放送にこだわっているんですけれども、リアルタイムでやるということは大切です。で、これはですね、もちろんリアルタイムで出れない方いますので、アーカイブとしても残りますので、後からは動画として見られますけれども、メンバーシップの方はリアルタイムで参加していただきたいなと思います。それが2番目です。3番目です。これはですね、 DX 更新、海外更新、 SSB ですよね、フォンの更新でかっこよく DX 更新をしていただくためのオンライン DX 無線講座みたいな感じですかね。そんな感じでやっていきたいと思うんですよね。で、ちょっと直せばすごく良くなる方って結構いるんですよね。自分のコールサインとか CQ の出し方ね、まあ、CQ と出すのと CQ This is っていう風にやるのとは全然違うわけですよね。で、この、発音の仕方とか、まあ、陥りやすいミスとか、無線通信に、かっこよく使える英語講座、できればこれもオンラインでやりたいんですよね。オンラインで直接皆さんに CQ を出してもらって、まあ、無線じゃなくてもリアルタイムに、出してもらって、そこで直接そのここの部分こういうふうに発音してみてくださいというようなね、アドバイスのもとにやってもらう、多分、おそらくかなり発音が良くなって、もちろんそのかっこよく DX 更新ができるんじゃないかと、そんな感じで思うんですね。はい、なのでぜひこれもね、やってもらいたいなと、メンバーシップの特典としたいと思います。はい、1番目、非公開の未公開の映像とか動画ですね、そういうもの。2つ目は CW マル秘、早朝のオンライン講座。3番目は DX 更新をかっこよく決める。
総長のオンライン英語講座みたいな感じですね。そんな感じで、考えてます。でオンライン講座は月1とを予定しております。で未公開とか非公開の映像とか、あとは、メンバーの交流とかね、そういうものは、随時ということですよね。まあそんな感じで毎日更新を目指して頑張っていきたいと思いますね。映像にはならないようなちょっとしたトピックですね、そういうものも含めていきたいと思います。FTA と見ながらコミュニケーションを取るみたいなのは楽しい、そういう、まあ、オンラインサロンみたいなねところもやりたいなと思ってますね。今考えているのは、まあ、そのぐらいのことなんですけれども、まあ、やってるうちにどん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 アイデアが湧いてくると思います。基本的にあの無線楽しみながら、僕が伝えられることの講座を開いて、オンラインの講座とかも開いて、そして皆様に、いろいろなことをまあ教えるなんてことはもうなかなかもうたくさんに OM さんいますからね、できないんですけど、僕が教えられることですね、短期間で CW をどのようにやっていくかとか、かっこよく DX 更新を決める方法とか、そういうことをお伝えできますので、ぜひ皆さんにはねやってほしいなと思います。はい、そしてですねメンバーになられた方は、どのようにその、得点を得るかというとですね、基本的に、YouTube のが、メイン画面からいけるコミュニティという部分ですね、総長の適当ライフのコミュニティというところですね、そこからいろいろな情報を発信していきたいと思います。ぜひ皆さん、お楽しみにしてください。まあ、いろいろなこと結構幅広いですね、いろいろなことを無線中心にやっていきたいと思っております。それでは、メンバーシップサイトでお会いしましょう。総長でした。またよろしく。さよなら。セブンティー。